元富士テレビアナウンサーで弁護士の菊間幸乃氏52は8月31日夜に放送された同局系情報セブンデイズニュースキャスター土曜午後10時に出演し最近の教科書で一部の偉人の名前や記号などがかつての表記から変更されているケースが増えていることについて困惑気味に違和感を隠さなかった番組では 米国大陸を発見したコロンブスが、コロンに第16代米大統領リンカーンが、リンカンに、また、日本にキリスト教を伝えたフランシスコ・ザビエルの、ザビエルが、シャビエルなどという形で、様々な表記が変更されていると紹介。番組 MC の TBS 安住紳一郎アナウンサー、51が、いろんなことがあって、一度に覚えきれなかったんですが、 評価書表記などが変わっているということですと述べると、菊間氏は、もう、昭和のなので、ザビエルはザビエルだから。シャビエルとか、ちょっと何言ってるんですかという感じになりますよねと、主張、ザビエルでいいじゃない、そこ、って思いますよねと、納得できない表情で続けた。アンジュアーナに、一度覚えた人はこれでいいかもしれませんが、新しく覚える人は、 ということかもしれませんとフォローされたが、菊間氏は納得できない表情のまま。気持ちが顔に出てちゃっていると指摘されると、菊間氏は笑いながらも、やだと応じた。この日のもう一人のゲストでクリエイティブディレクター山崎聖太郎氏が、新しい研究や発見があってアップデートするわけだから、我々も歓迎すべきだと思いますと菊間氏に提案したが、菊間氏は歓迎すべき、と、 苦笑いで応じていた。